西脇純三郎1月20日から1982年6月5日は日本の詩人、英文学者。戦前のモダニズムダ大スムシュルレアリスム運動の中心人物。また、生涯に多くの水彩画並びに油彩等の絵画作品を残した、おじや氏名誉市民。生前、ノーベル文学賞の候補に上がっていたものの受賞を一している。 新潟県北大沼郡小千谷町に、小千谷銀行当主、西脇広志造の三男として生まれた。西脇家は、元禄時代より代々、縮み問屋を営んでいた。8月に、日清戦争が始まった。1900年に、小千谷人情高等小学校に入学し、姉からナショナルリーダーズを習う。この、まびろ戦争が始まる。1906年に、 新潟県立小じ屋中学校に入学し、文学よりももっぱら絵画を好み、自然の入信の境地を味わい、卒業旅行は佐渡へ出た。小じ屋中学卒業とともに図画教師に勧められて画家を志望する。白滝育之助、藤島武次らに相談の末、黒田清照主催の白馬会に入会するが、画学生の気風になじめず、父の急止により、 画家の道を立つ。1912年に兄、修太郎の在籍する慶応義塾大学理財会予科に入学。英称を読みあさり、フランス象徴派史人の知識を得る。特にアーサー・シモンズの三分市の研究によって、ウォルター・ペーターに改ざする。第一次世界大戦が始まり、1917年に卒業論文を全文ラテン語で執筆し、 小泉晋三教授に提出して、慶應義塾大学理財科を卒業。4月に、ジャパンタイムズ社に入社するが、経営人交代に伴い退社。翌年3月、日本銀行への入行が内定していたが、健康を損ない、郷里のおじやに帰り、自宅で静養を続ける。1919年6月、ジャパンタイムズ時代の高橋和友の将兵で、 外務省条約局に食卓として入局。翌年の4月に田中水一郎の推薦で慶応義塾大学余科教授となり、野口米次郎、戸川騎骨、馬場長らを知る。翌年に英語文学にザポムグラニット、ソネット・オブ・サマーのソネットを発表。1922年にギュスターブ・フローベールを愛読し、3つの物語一編に基づく長い英史 ST ジュリアン・ザ・パラサイドを見た文学に発表。1922年に神戸より北の丸でイギリスに出版。同戦した徳田慶次郎を通じて重廷の氷トラヒコと到着したロンドンで交わる。オックスフォード大学の入学手続きに間に合わず、1年間はロンドンでジョン・コリアー、シェラード・バインズラとの交友の結果、モダニズム文学運動に接する。 1923年1月より住居をケンジントン地区のホテルローランドに定め、7月にスコットランドを旅行。10月にオックスフォード大学入カレッジへ文学オーナーズコースに入学。フランス、スイスに旅行し、1924年の夏学期にラテン語で大学のニューディゲート賞に応募しようとしたが、時間不足のため、絵師に転換。後にアンバルベリアに、 愛歌として名残のラテン詩が載った。英検人とイデュルが T.S. エリオットの詩と共に、チャップブック39号に掲載され、この年に英詩を乱作し、12月フランスでシュルレアリスム革命詩が刊行される。同年、英国の女性画家、マージョリ・ビドルと結婚。1925年にオックスフォード大学を中退し、ロンドンで英文詩集、スペクトラムを警ムプレス社より、 自出版。これが、デイリーニューズ誌とタイムズ誌文芸付録の書評に取り上げられ、一躍文明を挙げた。帰国の途中に、パリで、仏文集、ユヌモントル・センチメンタルを出そうとしたが果たせなかった。1926年、慶応義塾、大学文学部教授に就任、英文学誌などを担当。ミタ文学を中心に、パラディ・ペルディを仏文で発表するなど、 批評活動を開始し、講義の後には、佐藤作上田俊夫、上田保津三浦幸之助などの学生がしばしば自宅に押しかけて、深夜まで芸術論を交わすようになる。1927年に、滝口修造を介して雑誌、山眉の導人となり、石丸茂春、堀達夫を知り、ふ名羅を寄稿。12月に、日本初のシュルレアリスム志士。 福育たるか不要を刊行。翌年、春山幸男と共に、帰還し、死と死論を創刊。さらに、超現実主義死論を刊行した。1930年に、シュルレアリスム文学論、英文集、ポエムズバーバラスを出して、同時期に、ジョン・コリアが、ヒズモンキー・ワイフを出版。妻と離婚後、1932年に、桑山サ子と結婚。1933年、 桃田総辞編の石徳総監号にギリシア的助成詞4編を発表。これが注目を浴び、詩集アンバルベエリアで師団の萩原作太郎、室尾再生の賞賛を受け、詩詩、司法の総監に参画し、詩論を発表する。1935年に曲水を脱退した西村月城らが新興俳句運動に参加し、 俳句都市の統合を指標とした、廃止、区長が取材されると、俳句会に、室尾再生、萩原作太郎、桃田総治の4名で、月交代で選者を務める。しかし、1937年日中戦争が勃発したので試作の発表をやめ、学術研究に没頭した。東洋の古典を読み漁り、古代文学助説の執筆に集中。翌年に、 国家総動員法成立に伴って、シュルレアリスムが弾圧を受け、西脇の影響を受けた詩人たちが所属する、神戸詩人クラブに属する詩人14名が検挙される、神戸詩人事件が起こった。太平洋戦争の勃発後は、蔵書3000冊を千葉県に移動保管させ、1944年から1945年にかけて、家族と共に、郷里の王子屋市へ疎開。 長岡市が大空襲を受けるのを目撃した。オジやでの疎開中、戦時中の物品欠乏から東山と合して水墨画を描くに至る。1947年に発表された第二詩集、旅人か減らずとこれに続く詩集、近代の偶は、第三の神話では、自分の内面に潜む、もう一人の人間を、幻影の人と名付け追求。 西洋的教養と日本的感性を融合させた独自の詩風を築き上げる。詩死、荒れ地で西脇純三郎特集号が刊行される。1949年戦火をくぐって、栗屋川文夫が原稿を持ち歩いて完成させた古代文学助説により文学博士号を受ける。なお、博士論文書誌データベースによると、古英文学研究助説とある。 1951年に、村の史郎、北園勝恵、安藤一郎と共に、ガーラの同人となる。1956年5月に、シカゴの詩詩、ポエトリに作品が2編翻訳収録され、10月、岩崎良造役の詩集にエズラパウンドへの剣士を寄せ、これと共に、ジャパンクオータリ詩に乗った、英詩、ジャニュアリーイン京都を受け取ったパウンドから、地球の反対側に、 このような立派な詩人が存在することを知るのは心温まることですと手紙が来る。翌年にもパウンドから岩崎良蔵にあててどんな文学賞も審査員賞も一個の詩音の重みや母音の長さを変えうるものではありませんが西脇純三郎の作品をスウェーデンアカデミーに押すことは何の害もないでしょうとの手紙が来る。詩集第三の神話で 読売文学賞を受賞。現代詩人会幹事長を経て、後に会長。機関雑誌、無限を創刊し、1961年に日本芸術院会員。翌年に慶応義塾大学でヨーロッパ現代文学の背景と日本と題して最終講義を行い、定年退任。6月にアリタリア航空とイタリア中近東研究所の招きで、 イタリア各地を旅行し、詩人のジュゼッペ・ウンガレッキと会談し、帰国後に看護とギリシャ語の比較研究を始める。1967年9月にモントリオールの世界詩人会議に招かれ、死と人類の世界について英語で講演し、ロバート・ローエルと会談。1958年から1967年までの間に9度にわたって、 ノーベル文学賞候補に推薦されていたことが後に明らかになっている。1971年に文化功労者。1973年にアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選ばれる。1974年に軍二当随法省。1977年に川崎市高津区の養護寺に死費が立ち、翌年に おじや市の寺市戦寺に市費が混流された。おじや市立図書館内に西脇文庫を開設。1982年6月5日、急性心不全のためおじや総合病院にいて88歳の生涯を閉じた。改名は自由院教保まれ坂井淳、通る道小路。1958年には谷崎淳一郎と共にノーベル文学賞の候補者になった。その後、 1960年から1968年までの間も毎年候補になったことが明らかになっている。推薦者はインド文学研究者の辻直し郎が7回、日本文芸家協会と日本学士院が各1回である。先行資料に残る委員のコメントでは、1958年1960年は翻訳作品や、 評価ののための資料がが少ないことが記され1961年には、それらに加えて、もし現在の資料の中から彼らの作品を評価すると、すれば、今のところ賞に値するとは言えないとされていたが、1962年には、このノーベルアカデミーの水準に達しているとは思えない、と、翻訳や資料不足の私的なくて評価を下され、1963年には、 ドナルド・キーン教授からの意見に従い、西脇をこれ以上推薦しないことにしたとあり、先行側が日本人文学者について参考としていたキーンが西脇を評価していなかったことが明らかになっている。西脇家は江戸時代に縮みな加害業で財をなし、貸し金、土地投資によりおじや有数の交渉、大事主となった。順座ブロードおじや氏の名誉市民である。 西脇聖三郎も親族である。一族の主な人物に以下がある。ありがとうございます。